どうもポンシラーです。今回は未来タグを持ってるキャラの身につけられる超強力なフラグを作ってきたので使っていこうと思います。はい、これですね。このフラグはなんと3スル目で未来のキャラ1人につき基礎なしで蛇行を 6% も上げてくれるんですよね。基礎なしフラグと基礎ありフラグの説明をするのは結構難しいんですが、まあ、簡単に言うと基礎なしは基礎ありで増えた数値に対して倍率が乗るので、全部基礎ありフラグでパーティーを組むのとでは火力がかなり違ってくるんですよね。パーティーはこんな感じで、今回はベジブルとホップソーに基礎なしフラグをつけてきてますね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは KF に身勝手をぶっ込んでますね。さあよろしくお願いします。離れましょう。タックル当たっちゃった。単発で押さえておきましょうか。こっちにキャラチェンしてクイックアタックからキャラチェンじゃなくて射撃打ちましょう。普通に通常で押さえておいて離れましょうか。タックル当たってよくて速圧いきましょうか。オッケーオッケー。さあこれ勝ったらでかいぞ、めちゃめちゃ。おいこらせ、よし勝ったぞ。さあこれは極振りの待機が回ってないんでどんどん殴っていきましょう。さあ基礎ありフラグついてるんで火力がとんでもない。基礎なしだ。さあ特殊でリロードして、ガチ強い、ガチ強い。ホップソが、俺のホップソ7突なのに火力ぶっ飛んでる。射撃打ってそっちが出てきたらダブルキャラチェンしてコンボ補正外して殴っていきましょう。 やばいよこれマジ止まんない。もう一枚引けるかな。オッケー引ける。いやカバチェンされちゃうか、マジでミスった。ダゲキャンには射撃合わせてみて、射撃打ってこないか。単発出してアマキャンじゃなくてそのまま突っ込みましょう。うわ特殊持ってるか、クッソやられた。まあまあまあここは行ってドヤベジで受けましょうか。ちょガチ強い、身勝手最強じゃん。射撃打ってくんの。単発でいいかな、通常ね。速射行きましょう。単発で押さえておいて、アーティス2に、何これ単発出てるよね、俺単発押してるよね。オッケーオッケー、危ない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 。この人普通に射撃打ってきたんで危な危な危な。お前なんじゃ、なんやねんそれ。最速取られてたらどうしたんですかそれは。もう、あ待って、ホップソ捨てでもよかったか。まあいっか、ドヤベジ捨てましょう。でここは裏に身勝手がいるんで回避回避しましょうか。ちょ近づけない、そのまま厚いきまして OK。 これワンチャン身勝手出てこないかな、お願い出てきてくれ。究極いきましょう。いやそっちだよな、まあまあしょうがない。さあ強いよ。370万やばすぎ。なんか回復量、あれ復活フリーザの回復量ってこんなもんだっけ。いやオッケー、必殺はまあいいや。必殺残ってくれ。残んないよね。射撃は操作して通常で押さえておいて跳ねましょうか。メイン切ってくるか。速圧いきましょう。オッケーオッケーオッケー、強い強い強い。ホップ層やばすぎ、さすが基礎なしフラグ。さあ身勝手が出てきたらこれもう止まんなくないか。いけいけ、よしそっちが出てよしじゃない、全然射撃撃ってこない、射撃撃ってこないかな。さっき撃ってきたんだよな普通に。痛い、危ないだろそれ。最速取れてたらな、今通常しちゃった。跳ねて OK、 最速なんでライジングいきましょう。さあしっかりと極振りを落としていきまして、1060万やばすぎ。いや怖っ、怖っ。これ速圧いってみるか。いや跳ねてるか。メイン読みで動かないと思ったんですがやられちゃったな。これは痛え、これ。いや耐えないな、さすがにホップソで受けましょう。うわちょっともったいないな今のメイン。さあなんとか湯逃げで受けてもらいまして、オッケー、そっちが出てきたら通常で押さえておいて落とせ、強気くる。オッケー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 、落としていきましょう。でこの特殊は絶対ベジブルで使いたい。射撃打って通常出て OKOKOK、 ここでベジブルチェンジしてカウンターしていくと。危ねえ、かっこよ、めちゃめちゃかっこいいぞこの降参ショット。多分 やっぱり基礎なしフラグをつけた未来パーティーは火力ぶっ飛んでますね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは可愛らしいパーティーが来ちゃいましたね。これベジブルで絶対ぶっ飛ばせる全員。さあよろしくお願いします。離れましょう。跳ねて回避圧はしてない。なんだそれは。入れ、くっそ
さあ打撃はもう振って2連回避 OK。 これ連続で打って、え、これやばいぞ多分。あー、もうなんで特殊引くんだよ、やったこれやばいぞ多分。なんで、いやでもめちゃめちゃかっこいいわ、降参ショットもぐちゃぐちゃすぎるけど、うん、でも次の試合行こう。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーかと、うん、サイヤ人、うん、なんだこれは。まあ、なんか強そうなキャラが3体いますね。さあよろしくお願いします、離れましょう。回避見て射撃打って、なんか入ったぞこれは。まあ、カバチェン外し決めて殴っていきましょう。さあドヤベジ経由と基礎なしフラグなんで火力とんでもないよ、強いよ。ホップソンに対してめちゃめちゃ火力入ってる。まあ、どんどん殴っていきましょうか。いやガチ強い、いやガチで強い。ここで必殺打ちましょうかね。いやマジでやばくない、ホップソンに対してこれはやばいでしょ。跳ねて、なんだうわ、ボットじゃないよな、えボット今の動き。まあ、とりあえずカウンター決めていきまして必殺打っちゃいましょう。オッケー、そっち出てくんのクソでかい、てか強すぎ、え、やば、うわ惜しい、今のめっちゃ惜しかったよな多分。通常で抑えておいてメイン切りましょう。んー、キャラチェン回避でいいかな、キャラチェン回避、2連回避、3連回避、4連回避、5連回避、危な危な危な、ごめんなさい。オッケー、暴発してる、ぶっ飛ばせ、おらこれ通常でいけるやろ。はい、最強ベジブルゲーです。跳ねましょう、跳ねてすごい気力貯めてる、おおおおお、お打撃キャン、え、ボットこれ、ボットわかんない、いや、え、ボットこんなつなげ方しないよな、え、絶対違う絶対違う。キャラチェン回避、速回避を見、通常射撃打つか、うん、痛えぞこれ、痛え、少なくともボットではない絶対。オッケー、最速危なすぎ。さあここはベジブル君で殴りましょうか。さあアーツ封印もしっかりケアしていきまして、もう一枚引ける、ちょっどうなってる、どうなってるこれ、オッケー引ける、射撃打ちましょうか。え、これさ究極でさ、どっちでも行くくないか、裏のホップソごとワンチャン飛ばせると思う、いけ、いやいける、これは絶対基礎なしフラグつけてきてるんで、頑張れベジブル、最強だこいつ、マジでやばい。タックル回避いきましょうか、単発出して、これ LF 決めたいな、キャラチェン回避して、うお、俺は速圧いこう、 OK。 さあコンボ取れたんでこれは勝ちでしょう。 LF 見てくれるかな、お、見てくれんの、めちゃめちゃ優しい。いやこのホップソの演出多分 LF の中でトップクラスに長いと思うんですけど、いやそしてめちゃめちゃかっこいい。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんはこれまた可愛らしいパーティーが来ましたね。さあよろしくお願いします、離れましょう。キャラチェン打撃はしてこない、射撃撃ってみるか、跳ねましょう、お怖い、暴発はしない、打撃キャン振って、やっと回避見て打撃キャン振ったつもりが遅れちゃってたな今。さあそっちで殴ってくれるのはめちゃめちゃでかい。さあ湯逃げ貯めていきまして、ヒット確認いっちゃ、おれおれ、オッケー、メイン切ろう、特殊も切ろう、オッケー、回避音聞こえた、でかいよこれ。さあ打撃打って、出てくんな出てくんな出てくんな、よし、出てこなかったらこれ絶対誰でもワンパンすると思うんですけれども、どうでしょうかね。あい最強だ、基礎なしフラグ最強、ちょ待って、バニ現象使ってたわ、ごめん、オッケー、打撃キャン、打撃はしっかりと回避していきまして、火力やばすぎホップソー、いやガチでおかしい。さあしっかりぶち飛ばしていきまして、キャラチン回避、懺悔の時してくる、これぶっぱ来そう、来ないんかい、来ないんかい、そかつ行ってみて通常ね。まあ速射いきますか、うまっ、交代かぶせ、うま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 、うますぎないか、打撃キャンに打撃合わせてみて、 OK、 コンボ取れたんでこれは勝ちでしょう。はい、ということで今回は基礎なしフラグをつけた未来パーティーで暴れたんですが、まあ、予想通り火力はぶっ飛んでましたね。そしてめちゃめちゃ降参ショットがかっこいい。対戦ありがとうございました。